さん、こんにちは。演歌歌手として莫大な人気を博した都はるみさん。最近はあまりテレビで見ない気がしますが、現在はお元気なのでしょうか。病気の噂もありますが、どうなのでしょうか。また、都はるみさんの過去の交際相手は、衝撃的な最後を遂げていました。そして、なんと2023年5月に姿を現し、熱愛スクープされ話題になっています。そこで、今回は都はるみさんの現在の様子や、病気の噂の真相、交際相手の衝撃的な最後など、まとめてご紹介していきます。まず、都はるみさんのプロフィールからご紹介します。名前、都はるみ。出世名、李はるみ。生年月日、1948年2月22日。出身地、京都府京都市。血液型、B 型。学歴、洛陽女子高等学校中退。ジャンル、演歌歌手。活動期間、1964年から1984年、1989年から2015年。レーベル、日本コロンビア。所属事務所、サンミュージックプロダクション。都はるみさんの父親は在日韓国人で、母親が日本人のため、都はるみさんはハーフとなります。小学校の時から北村はるみさんの名で通い、中学校の卒業証書を手に取った時に初めて本名を知ったということです。5歳の時から日本舞踊とバレエを習い、6歳から母は親に浪曲と民謡を教えられたそうです。高校の時には歌手になりますと言って中退したということで、気合が感じられますね。都はるみさんは在学当時から歌ばかり歌って、成績は良くなかったそうです。そんな都はるみさんは1963年の第14回コロンビア全国歌謡コンクールで優勝。1964年には困るのことよでデビューを果たしています。そして同年、アンコツバキは恋の花がミリオンセラーになる大ヒットを生み出し、第6回日本レコード大賞新人賞を獲得しています。はるみ説と呼ばれるうなり声のような力強い拳回しや波打つような深いビブラートが独特で、昭和40年代から50年代にかけて数多くのヒット曲を生み、名実ともに日本を代表する女性演歌歌手といえます。1976年には北の宿からで第18回日本レコード大賞、FNS 歌謡祭最優秀グランプリなど数々の音楽大賞を受賞。そんな人気、実力ともに絶頂だった36歳の時に、普通のおばさんになりたいと突然の歌手引退を宣言。年末の NHK 紅白歌合戦出場を最後に一旦引退しています。1987年、音楽プロデューサーとして活動を再開。1989年の NHK 紅白歌合戦に出場し、アンコツバキは恋の花を歌唱し、引退後5年ぶりのステージでしたが、以前と変わらぬ歌声を披露。1990年、美空ひばりさんが亡くなったことがきっかけで歌手活動の完全復帰を発表し、従来の演歌にとらわれない幅広い作品を歌うようになっています。その後も順調に活動を続けていましたが、2015年に翌年の単独コンサート活動を休業することを発表。そしてテレビ出演もしなくなりました。2016年、TBS ラジオ、大沢優里の悠々ワイドにゲスト出演しましたが、これがメディアに登場した最後となっています。さて、2016年からメディア露出がない都はるみさん。病気の噂がありますが、真相はどうなのでしょうか。都はるみさんを病気と、多くの方が検索されているようです。というのも、都はるみさんは2013年2月7日、急性喉頭炎及び急性気管支炎のため、都内の病院に緊急入院されると、この度はご心配をおかけし申し訳ございません。現在声が出せない状態にあり、一日でも早く完治するため、1週間ほどお休みをさせていただくことになってしまいました。すぐ、元気になって戻ってきますので、ご心配をなさらないでください。と、ファックスでコメントされており、所属事務所によると、2月3日に都はるみさんから、喉に違和感があると申し出があったそうで、診察を受けたところ、急性喉頭炎と急性気管支炎と判明。
1週間程度の入院加療が必要と診断され、万全を期すために入院されると、入院後は無事に回復し65歳の誕生日を迎えた。同年2月22日には東京丸の内の東京国際フォーラムで50周年記念公演を行い仕事復帰。公演では、私は歌屋ですから100% の声を出せるように頑張りたいと意欲を見せておられたのですが、ネット上では宮子さんの激痩せぶりややつれから、がんなどの何か重大な病気なのではと噂されているのです。しかしそれ以降、大きな病気などの話はありません。病気という噂は露出が少ないからこそ上がってしまうデマなんだと思われます。これほどの大物演歌歌手ですので、何か病気であれば情報が出るはずですので、何もないということは今も普通に暮らしていると考えられます。そんな宮子晴美さんですが、プライベートでは1979年に作曲家歌手の浅月ひろみさんと結婚しています。ただこの結婚は長く続かず、わずか3年で離婚しています。同棲生活は長かったそうですし、結婚してから宮子晴美さんは流産もしていたということです。その後プロデューサーの中村一光さんと交際をスタート。お二人は同棲もしていますが、中村一光さんは結婚していたため不倫関係だったということ。その関係が20年以上も続いたということはすごいですよね。しかし2008年4月4日に中村一光さんが突然の自殺。中村一光さんは東京赤坂の自宅マンションで健康器具にロープをかけて首を吊って亡くなっているのを訪ねてきた事務所のスタッフが発見。当初は遺書がなかったことから心不全で急死と報道されました。中村和義さんはかつて宮子晴美さんの大阪しぐれ、なにわ恋しぐれ、夫婦坂などのヒット曲を手掛けられたほか、宮子晴美さんが1987年に音楽プロデューサーとして復帰し、新人演歌歌手大和さくらさんを発掘デビューさせた時も協力サポート。また1989年からは宮子晴美さんの個人事務所プロデュースハウス宮子の代表取締役社長に就任し、宮子晴美さんの CD はもちろんコンサートの企画や構成を手掛けるなど音楽活動の一切を仕切られており、この年も宮子晴美さんのデビュー45周年を記念した座長公演好きになった人が東京新宿コマ劇場で中村一光さんの構成演出で行われ、3月20日の千秋楽まで見守られていたのですが、これが中村一光さんの最後の仕事となってしまったのでした。これには宮子晴美さんのショックは大きく、スタッフでさえも声をかけられない状態だったそうですが、4月11日にはマスコミ各社にファックスを送ると、中村さんは4月4日未明自ら命を絶ちましたと、まず初めに自殺だったことを打ち明けられ、私は未だにこの事実が信じられません。なぜこのようなことを彼がしたのか、その原因について考え続けていますが、思い当たることがなく、事故だったのではないかと思わざるを得ないほどです。ただここ数年、中村の酒量は増え、毎晩飲んではやけになっていました。何度も何度も約束したのに、どうしても止めることができませんでしたと続けると、葬儀はご親族の方の希望でご親族のみで済まされました。私もまた遠くから彼とお別れさせていただきましたと、最後のお別れをすることができなかったことも明かし、なぜ彼を思いとどまらせることができなかったのか、私はこれを悔やんでも悔やんでも悔やみきれません。彼の思い出とともにこの責めを引き受けていこうと思いますと、辛さと苦悩をにじませられたのでした。そして気になる中村一光さんの自殺の原因ですが、公演などを含めた借金がかなりあったほか、宮子晴美さんのマネージャーだった箕毛正志さんが3月18日に肺がんで亡くなって憔悴しきっていたそうで、様々なことが重なっていたのかもしれません。突然の自殺というものは宮子晴美さんからしても相当ショックだったと思われます。そういう様々なことが重なり、芸能活動休止ということなのかもしれませんね。そして気になる2023年現在の宮子晴美さんについてです。5月中旬にお揃いの黒いレインコートを着た
初老の男性と東北のビジネスホテルから出てきたところを目撃されました。一緒にいたのは元俳優の矢崎茂さんです。宮古晴美さんは2021年頃から一泊5000円のホテル暮らしを始めた。矢崎茂さんの元に通い、現在は半同棲状態だと言われています。実は2021年にもこの半同棲生活は報道されており、2年ほど経った今も仲良く一緒にいることが分かりました。ホテルから出てきた2人はお互いに帽子を目深にかぶり、マスクを着用しており、車に乗り込んだと言います。そして2人はそのまま近所のスーパーに行ったそうです。宮古晴美さんは1人で日用品などを購入し、車の中で待つ矢崎さんの元へ戻ったそうです。そしてそのままお二人はステーキやしゃぶしゃぶ、ハンバーグなどの肉料理で有名なレストランへ。有名レストランの常連客はお二人のことについて、お車だということでドリンクはオールフリーを召し上がっていました。晴美さんは人の目を気にされているのか、食事中でも帽子を目深にかぶったまま、肉料理を堪能した後にオニオンフライを追加注文され、お二人ともお元気だなぁと感心しました。お食事された後は矢崎さんがご自宅用なのかお土産を購入されていましたよと話されていました。そして食事後は二人でホテルへ戻っていったといいます。最後に報道関係者が矢崎さんに現在の生活を尋ねたところ、元気健康です、二人とも相撲が好きだから相撲を見ながら食べようと思って今お弁当を買ってきたの、年寄りなんだからほっといてくれよ、もうと笑顔で答えてくれたそうです。いかがでしたか。今回は宮古晴美さんの現在の病状や驚くべき交際相手の真相についてご紹介しました。内縁とはいえ28年も連れ添ったパートナーの中村一光さんに遺書もなく自殺されてしまった気持ちはいかばかりだったことでしょう。しかし現在は寄り添う相手を見つけられたということなので、宮古晴美さんには末永い幸せを願ってやみません。また現在矢崎茂さんと共に楽しく半同棲生活を送っており、宮古晴美さんが以前から言っていた普通のおばさんとして生活していることが分かりました。お二人のご年齢的に再婚といった形を取るのか分かりませんが、どのような形でもこれからも幸せな生活を送ってほしいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。